はいどうもこんばんは、おつぱパイです、えー。本日はディープフェイクについて語っていきたいと思います。えー、まずディープフェイクとはですね、えーまあ、AI の技術の一種であるディープラーニングとフェイクを組み合わせた造語になっています。えー、ディープラーニングなどを用いて、えーまあ、真実ではないコンテンツを制作するという行為を指すことが多いようですね。えー、最近では、まあ 本当かどうか見分けがつかないほど成功に加工されたコンテンツ等を作成するという意味で使われることが多くなっているそうです。まず、どういうことができてしまうかというところについていくと、アダルトコンテンツの捏つ造、スキャンダルの捏つ造、政治的な偽情報を作ることができるということになると思います。スキャンダルなどでいくと、 まあ、とある芸能人がこういった犯罪を犯しましたみたいなコンテンツを捏造できてしまうということですね。政治的な偽情報でいくととある政党がこういう政策をしますと発言をしましたですとか、えー、そういった、えー、嘘の情報を、えー、メディアニュースメディアなどが簡単に作ることができてしまうということになります。 大きな被害を受けるとすれば、著名人や政治家が大きな被害を受けると思われる形になります。では、どういう手法があるかについて見ていきたいと思います。まずは一番簡単な例からですね、顔のパーツを入れ替えるというものです。これは、まあ、芸能人同士のですね、顔のパーツを入れ替えるプログラムを作ってみましたので、 対象ははでですすすねね、えー、眉と目と鼻とと目鼻口だけになりまままそそれ以外は元の人その人まま使うというい形です、ね、じゃあどういう結果になるかというのをちょっと見ていただきたいですが、えーまあ、とあるフワちゃんとですね、えー、とある楽器をですね、えーまあえー、モザイクかけてますけども、えー、フワちゃんの上に楽器を合成してみると、まあ、このような結果になるというものです。 えー、このような形でですね、えー、輪郭ですとか、えー、目、鼻、口、眉以外の部分は、まあ、元の人の画像であるということなので、まあ、単純にですねそのパーツだけ、まあ、上にですね画像を貼り付けたような形になりますはい、えー、続いてですねもう顔全体をすべて入れ替えてしまうという方法があります。 これは他の YouTube からですね持ってきたものになりますがマーク・ザッカーバーグさんの表情の部分になりますけれどもこちらはですね元のしゃべっているものと全く別のものを喋っているという体で動画をフェイク動画を作ったというものになっています。 はい、えー、このようにですね、顔のパーツではなく、もう顔そのものをすべて入れ替えると、入れ替えてしまっているというような手法ですね。えー、他にもですね、えー、通常の、まあ、映画の撮影などではよくあることですが、もともとブルーバックとかで撮影をしておいて、えー、そこにですね、CG で他の人を合成するという形ですね。 えー、ポール・ウォーカーさんになりますが、えー、この方はもうすでに亡くなられているので、えー、弟が代役をしているというような話を前に聞いたことがあります、まあ、基本的には、えー、似ている人骨格などが、えー、元の方と、えー、ほぼ同等の人で、えー、このような形で顔だけそっくり入れ替えるということができます でまあえー、現状ではちょっと見つかりませんでしたが、こういった動画の素材とかなしでですね、もうすべて全部 CG で仕上げるというのがおそらくはディープフェイクの最終段階だと思います。えー、ここまで行くとですね、非常にお金もかかるだろうと思っています。はい。では、このディープフェイクにはどういう技術を用いているかという話ですね。えー、まずは、えー、顔認識をさせる必要があるので、 こういった顔認識系の技術があります。僕は OpenCV を使ってますが、まあ、人間の顔がどこにあるのかっていうのと、人間の顔のパーツですね、これを識別するためのライブラリー、このようなものが必要になります。もう一つはですね、動画を動画に変えるとかですね、個人の顔を動画で動いている人の顔と全く す、えー、げ替えてしまうというようなことをさせたい場合には、まあ、ディープラーニングが必要になるだろうと思っています。えー、最近ではパイトーチによる、えー、こういった実装が増えてきていますので、えー、特にですね、顔の向きとか表情で単純な一枚絵の、えー、静止画をですね、えー、貼り付けてもですね、あまりうまくはいかない形になりますので、こういった 顔向き表情に対応するための学習というものが必要になってきます。こちらにですね、サンプル的なリンクを貼っておきますので、概要欄の方から見ていただければと思います。はい、続いてですね、どういった法律に引っかかるのかというところについての話ですが、元の動画素材、これがですね、 えー、他の人が作ったもの、それをそのまま、えー、使用している場合はまあ、著作権違反になるだろうというところですね、えー。他の人の作った動画コンテンツをそっくりそのまま顔だけすげ替えてですね、販売したら、それは元の動画コンテンツを作った人の著作権に引っかかります。えー、顔のすげ替えですが、まあ、基本的に えー、著名人に変えてしまうとですね、えー、著名人の名誉を毀損するようなものを作ってしまった場合は、えー、名誉毀損に該当するということになるそうです、えー、昨日ですね、えー、ディープフェイクで逮捕者が出たようですが、えー、その逮捕者はこの2つ、えー、著作権違反と名誉毀損この2つの法律に引っかかるというような形になったそうですね なので、まあ、動画素材をですね、えー、自分で作って、撮影して自分で作って、まあ、有名人とか、えー、言わずにですね、まあ、似ている程度のコンテンツであれば、まあ、セーフだろうという見解もあるかなと思います。はい。えー、続いて対策方法についてですが、えー、Facebook などはですね、えー、対策ツールをもうすでに提供をしています。 えー、この顔のすげ替えの場合ですね、えー、元の写真とか動画と、えー、この動画のですね、えー、顔の濃淡、顔色の濃淡ですね、などがですね微妙にこう違う部分があるんですね。そういった人間ではですね、ちょっとわからないぐらいのレベルでですね、えー、違いを見分けて、判別ツールはそのフェイク動画かどうかっていうのを、えー、見分けています。 ただし、まあ、作る側も考えていますので、そういった対策ツールに引っかからないような、えー、形でですね、調整を行っていると。まあ、新しい手法をどんどん改札していきますので、対策ツールとのいたくしごこが今続いている状況ですね。で、まあ、完全 CG でこういった人間が何をやった。 っていうのを再現できるようになってしまったらもうツールの判別は不可能になってきます考えられる手としてはですねブロックチェーンなどで、まあ、動画がどこで作成されたのか誰が撮ったものなのかっていうのを、まあ、保証するような仕組み作りをやっておくしかこういったフェイク動画なのかどうかっていうのを判別する方法はなくなっていくんじゃないかなと思いますまあ一応ですねこういった えー、ディープフェイク、まあ、フェイク動画についてですね、いいことがあるのか、えー、そんな使うところがあるのかっていうと、まあ基本的には、えー、映画の撮影とかですね、えー、そういったところで、まあ代役の方のですね、えー、顔と、えー、俳優の顔をすげ替えるとか、あとは、まあ最近芸能人の不祥事結構多かったですね、えー、撮影済みのドラマをもう一回撮り直すとかせずにですね、まあ代役の人の顔にすげ替えることができれば、 まあ、お金のです、ねえーまあ、コストがです、ねえー、かからなくなるだろうというぐらいしか、まあ、いいことはあまりないなというところですね、はいえー。まとめになりますが、まあ、昔はです、ねえー、CG 制作会社ぐらいしかこういったフェイク動画のようなです、ね、コンテンツというものは作成できなかったと思いますが、えー、今は個人でも、えー、簡単な動画5分ぐらいの動画だったらです、ねえー、顔のすげ替えぐらいはできてしまうということになってしまいました。 当然ディープフェイクでですね、芸能人の動画を勝手に作るとまあ、捕まりますので、そこはご注意くださいと対策ツールで見破れるものもありますが、現在いたしごっこが続いています。まあその動画をですね、誰が撮ったのかっていうものをまあ保証する仕組み作りっていうのが今後の社会課題になっていくだろうと思います。 はい、えー、本日はディープフェイクについてお伝えしました、えー、本日はここまでですそれでは